スモーレストバーの小野千春です。クワントローを使ったフローズンレモネードマルガリータをご紹介します。このマルガリータのポイントはライムジュースの代わりにレモンジュースを使って、甘酸っぱさとレモンピールのほろ苦さが美味しい一杯です。まずクワントロー 15ml、ブランコテキーラ 30ml、 レモンジュース 15ml、アガベシロップ 10ml、 氷を適量入れます。ポイントはこの冷凍レモンなんですが、最近コンビニやスーパーで冷凍レモン売っています。手軽に使うにはこういうのがすごく便利だと思います。普通のレモンを使う場合は皮を塩で洗うと防カビ剤などが取れるので、洗ってからお使いください。この1切れを半分に切って1切れ分か2切れ分入れます。気分でこういうベリー系とかも入れても美味しいと思います。レモンはこんな感じです。ブレンダーにかけます。グラスはお好みです。ノースタイルにしても。できました。さる。